ねずってもめちゃんです。今日の企画は何ですか？今日の企画は英語禁止ユニバです。英語禁止ユニバ、はい、あれこれ3年ぶりやけど。もう3年も経つの。あれ3年ぶり3年ぶりで、ルールとしては、うん、英語カタカナを言うとアウト。あ、だからハリウッドドリームザライドはもちろんアウトやけど、うん、エルモとかスヌーピーもあかんのや。そう、あかんねん。難しい。ほんで3アウトで罰ゲームしてもらいます。え、だから3回英語言ったら罰ゲームってこと？そう。え、罰ゲームなんなんですか？罰ゲームは私もこさんに一つ何でも好きなものを買う。プレゼント？プレゼントする。3回英語言ったらプレゼントするの？そう。え、でもそれって振りすぎん、こっちが。あ、そう。だって今さ、うん、昼の1時やね、うん、で今日の閉園時間が19時やから、うん、大体もう6時間は俺英語喋れんってわけやんか。そう。え、それちょっと無理やわ。じゃあミッションを設けます。ミッション、うん、1個目はアトラクションに乗る。アトラクション乗る、うん、で2個目はカートフードを1つ食べる。カートフード1つ食べるね。はい。でキャラグリをする。キャラグリ。そう。はい。このミッション俺が英語を3回喋れずにクリアしたら、そう、なんかあんの？そう。逆に。じゃあこのミッション3つとも全部クリアできたら、うん、私がマメちゃんに何か1個買ってあげる。だからモクさんは俺に英語を喋らせたくて、うん、俺は英語を喋らないと。それ駆け引きか。そう。あ、それやったらいいかもな。うん。じゃあ勝負。勝負。じゃあ行こう。ゴー。さあ行くぞ。じゃあ入ったよパーク。青い遊園地。青が印象的な遊園地。うんうん、あ、そうやな。いいや。ありました。じゃあミッションやけど、まず何からする？乗り物行くわ。乗り物、アトラクション乗るからやんねん。あ、じゃあ。そうそう、乗り物から行くけど、うん、何乗りたいの？やっぱりこの青い地球が目印の遊園地は、サメが人気なんよ。サメ？あ、上手？そう、サメ。サメ行こう。あ、上手、いいよね。私も大好き。最近さ、うん、あそこユニバの装飾とかフラッグとかほら変わってさ、めっちゃ可愛いね。クッキーモンスターとかほらグンターとかめっちゃ可愛いねんけど。めっちゃ着ているね。登場人物すごいな。登場人物。マミちゃんどんなキャラが好き？何のキャラ好きやったっけ？俺好きなキャラ？うん。俺好きなキャラ？マミちゃん。私もナチュラルすぎて気づかんかった。自分で気づくって。好きな登場人物だろ。うん。やっぱりその黄色い、うん、デカメガネをかけてる、うん、丸い物体。可愛いよね、ミニオン。可愛い可愛い、うん。ミニオンだけ好きな。あのこの青い地球にやってきた。うん、あのヒゲのおっさん。ヒゲのおじさん。赤い帽子の。赤い帽子のヒゲのおじさん。赤い帽子。誰から？あ、マリオか。ヤッフー。このヒゲのおじさんもやっぱ好きかな。あ、そうなんや。そうそうなんだ。持ってるもんな、帽子な。持ってるもん。うん。まあ、今日はこの時代けど。グンタ？シングの。音楽聴きながら乗る乗り物ってかもう。あ、ここハリドリ？ハリドリはいつも何聴くの？大阪大好きっていう。夢狂よ集団の。ちょっと歌ってみて。分からへんわ。大阪大好きって言われてる。何度か来てたらって。全然乗ってくれへん。俺音楽の、うん、奏でだけで楽しもうとか言った。あ、そうなんや。そうそうそう。歌を歌う。歌は変タイプの人ね。そうそう。でもこれ3回言ったらさ、うん、贈り物やろ。うん、贈り物。プレゼントしてくれんやろ。え、どういうのが欲しいん？ちなみに。いやー、ウッディのキーチェーン欲しかったんけど、今ちょっとなんか回収されて売り切れてるみたいやから。あの鳥の。そうそうそう、ウッディのな。ウッディとウッディちゃんの。だからキティちゃんのなんか欲しいなと思って。あのリンゴ3つ分。身長な。確かに、うん、身長のカップル三つ分のキティちゃんっていうキャラの。可愛 いよね。うん、大好きやから。まだ人間三つ分のあのキャラ。
そこで引っかかる。一緒だよ。まだ頑張ってないでしょ。いや、頑張るよ。食べきた。食べきた。50分待ちや。結構待つな、50分。青い地球は仮装してる人も多いな。あ、ここら辺仮装してる人多いよね。多い、仮装してる人多い、うん、今日何の仮装の人見た？鬼滅の刃とか。あ、鬼滅の刃、ね、鬼滅の刃は結構いたな。うん、ネズコとかさ。あ、いたいた。ベージュとか。うん、めっちゃ可愛かったよね。うん、めちゃくちゃいた。エルモとかウッディのあれコスプレしてる人おらんかった？さすがに赤い怪物はいなかったね。赤い怪物悪口やから。かわいいね、メリーゴーランド。立てた出来が、動物立てた出来が。全然楽しくなさそう。めちゃん、グンターのハット熱ない？全然熱ない。今日はすごい暖かいよ、気温が。うん、でも全然熱くない。あ、ほんま？このね、ふわふわのかぶり物、うん、全然大丈夫。うん、最近暑くなってるからね。ちょっと暑いよ、暖かいよね。動画2月下旬で撮ってるけど。うん、ホットな気温で。さすがに日本語でもその日本語言わへん。確かに。ところどころに謎の英語入れるのあるじゃん。あの大柴さんだ。ルーさん。うん、大柴さんっていう人もなかなかおらんけど、ルー大柴さんのこと。前半が言えんからな。確かに。私さ、このジョーズの街列のこのマリンブックの人がめっちゃ好きやねん。これ、うん、可愛いない？夏休み初日の小学生やろ。それなんか前も言ってるやん。お箱お箱めちゃくちゃ持って帰るっていう。それしかないんか。これ何、タケコプターやったっけ。さあ、なんかそういう動画あるな。それと変わったな、ちゃう。今回の新しく催しされるもの、何が一番楽しい？ドラえもんとかコナンとかあるからね。そう、今年から初登場として、うん、なんかこそこそしてる、うん、集団の話。こそこそしてる集団の話の、うん、家族みたいな。こそこそ家族みたいな。あ、スパイファミリーな。こそこそ家族がやってくれる。あとやっぱり今回、うん、道路に、うん、なんか車動くやんさ、車動いてる上だけにいろんな工場人物とか出てくるのがあるけど、あのから外部が出てくるっていう子供の遊び。もうすぐやで、フードとかも出んねんで。確かに食べ物いくつか出るよね、うん、今回なんか黄色い、うん、ネズミとなんか青いハメと、うんうん、あとは何か気持ち悪い植物。気持ち悪いなんて。植物？植物。気持ち悪い植物。怒られるわ。ポケモンが一番楽しみなんやじゃ。まあ一番かな。うん。そうやな。初やったらめっちゃ楽しみよね。世界的やからね。まあそうやね。知らん人おらんもんね。テーマめちゃん海水浴めちゃ楽しそう。みんなで水着とかビキニ着てなど。まめちゃんも行きたい海水。泳げない。泳げない。まめちゃんビキニ着る。まめちゃんビキニ着る。で、俺それ着ないかな。はい、じゃあそろそろ。そろそろだよ。くんたちゃんと外してね。豚ね。うん、楽しみやな。もうすぐ出発やで。行ってくるわ、サメ。ジョーズどうやった？まあ面白かった、いつも通り。面白かった、うん。ジョーズどこが好きな？やっぱりその船長さんの演技とかが好きかな、うん、全部面白いよね、ジョーズはね。全部面白い、うん、じゃあ次どこ行く？次食べ物行くわ。ミッション、うん、フードカートを食べるよね。そう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 。何食べるの？屋台の食べ物食べるけど、うん、なんか粒々食べようかなと思って。粒々、タピオカなんかあったっけ？米国の粒々。米国の粒々。トウモロコシのポップコーンか。そう、新鮮じゃん。混んでるわ。結構並んでるねんね、ここ。いいじゃない。ワンダーランドの前のカートって結構並んでるよね。ずっと並んでるね。ワンダーランドのこの音楽聴いたら
エルモに会いたくなる私は。赤い怪物？うん。青い怪物も好きなんですよ。忘れへんや、好きやで、クッキーモンスターも。青い怪物。怪物なあの子ら。怪物。怪物なんや、知らんかった。そっか、日本語で言ったら怪物なんだ。そうそう。めっちゃ可愛いな、怪物。マミちゃんってさ、ユニバで何のフードが一番好きな？でも定番の、うん、肉。肉、うん、お肉って結構いろいろあるよ。なんか、うん、よく、うん、赤い服の、赤い服の広いひげのおじさんの、うん、出来事。出来事？その日の夜に出てくる、うん、晩ご飯、鶏肉。あ、わかった。あれか、ジュラシックパークエリアに売ってる、うん、あれやな。あれあれか、あれ好きやねんや、やっぱ一番。もこさん言っていいからな。あ、そっか。そう、ターキーレッグね。こっちもちょっと巻き込まれちゃうわ。まあ、多分定番かな。あれさ、まめちゃんよう食べてるよね、プライベートでも。よう食ってるよ。まあ、キャラメルも美味しいよね、でも美味しい。わあ、美味しそう、キャラメルポップコーン。うまそうやろ、これ、うん、甘い液体が降り注いだ米国のつぶつぶ。一気にまずそうになった。なおやつにぴったしよね、キャラメルのポップコーンって。うまいね。私も一個ちょうだい、うん、あと登場人物になったら、うん、俺プレゼント。え？今なんて言いました？何も言ってない。待って、まあ言い切らんかったからセーフにしてあげる。マメちゃん、でもあと3つのあともう1個だけやで、キャラグリするだけ。ほんまにそれで終わりか。うん、終わり。誰に会いたい？第一候補、第一希望は犬。犬？米国の。みんな米国や。米国の遊園地やから。あのお腹がポコッとしたスヌーピーとかいうやつかな。そうそうそう。あ、スヌーピーの可愛いよね。だからキティちゃんとか会いたいかな。あ、リンゴ3つ分。そう、リンゴ3つ分。どんだけリンゴ3つ分言えん。何買ってもらおうかな。もう勝つ確定やん。やってるかな。やってるかな、今の時間帯。エントランス付近キャラグリやってるかなと思ったけど、うん、全然やってへんからミニオンパーク行ってみようか。あそこ行く？うん、ミニオンやったらよくやってるから、キャラグリ。あ、やってるかな、うん、ミニオンやったら誰が一番好きなやったっけ？これ？うん。誰が一番好きなミニオン？長いキャラ。長いキャラ。長いキャラ。ちょ、ほんまナチュラルにやめてくれ。全然気づかんわ。もうアウト。はい、終わり。で俺さ、うん、キャラっていう英語で3つで終わるって何なんだ。なんだ、こんなことある。私今引っ掛ける気全然なかったんや。他の頑張ってたけどさ。ミニオン名前で引っ掛かってくれるかなと思ったら、ね、キャラで。キャラで。キャラ3連発。え、これ終わり？終わりよ。わあ。罰ゲーム決定。負けたけどさ、もこさん何が欲しい？ああ、ほんまにいられる言ったら、うん、あのハリーポッターエリアにあるチェス。8万円の？そう、あれ。泣くやろ。無理やわ。まめちゃんちょっとマジ泣きすると思うから、うん、ちょっとまあ買えるようなところのセサミストリート。セサミストリート。そう。ここがあるの欲しい。そう、欲しいのあるね。ゾウイちゃんの新しいカチューシャやで、これ、ふわふわのやつ。あ、これかわいい。エルモもかわいいね。ごめんな、ずっと赤い怪物って言って。こっちにも謝って。青い怪物って。面白すぎるやろ。まあ、とりあえず、まあ、買おうか。うん。はい、じゃあ今日は3年ぶりの英語禁止2話をやったんですけども、めっちゃ難かった。
こんなに簡単に引っかかると思わんかったね。ほんまにえげつなかったわ。でどっちもキャラで終わるってね。こんなことあんの、悲しすぎるやろ。で今回モクさんのプレゼントとして欲しいって出たこのアビンちゃんの、あーかわいい、カチューシャ、うん、お渡しします。ありがとう。いや次こそ俺プレゼントもらうからな。まあそんなこんなで、またねこの企画好評でしたらまた続編もしますし、またマムちゃんにこういう企画してほしいってなかったらまたコメント欄に書いてください。悔しいわ。はい、じゃあこれからもいろんな動画をあげるんでね、ねえ、ポチッとボタンといいねボタンと高評価お願いします。よかかな。じゃあバイバイ。バイバイ。